今日はごめんなさい、音がうまく取れないのであんまり喋らないんですけども、雰囲気を皆さんにお伝えしたいと思います。めちゃくちゃ、あ、これだとね、多分あれだと思うんです。多分ね、このサンセット、今ちょうど沈んじゃったんですけど、めっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗でした。やっぱコナのサンセットはね、あの、今までいろんな島でサンセットを見てきてますけども、多分一番綺麗なサンセットはここで見られるんじゃないかなと思いますけども、今日来てるのはここ、ワイコロアビーチマリオットサンセットルアーです。ここで、いろいろちょっとね、フラショーを見ながらご飯を食べてのんびり過ごしたいなと思います。音がうまく取れてないんですよ。今日は音が取れないんで、ちょっと聞きづらいところもあると思うんですけども、紹介していきたいなと思います。ということで、まず最初に紹介はこちらです。料理、もうね、僕来たのがちょっと遅すぎてちょっとね、荒れてるんですけども、でもうまそう。これ何？ポテトサラダね。ポテトサラダにコールスロー、それから乱れ散ったそばサラダそしてこれ大好きなわらびのサラダ、それで僕これはもっと好きなロミサーモン、そしてポイ、それからパイナップルで、タロイモのスイートブレッドですね。で、まあ、ご飯、それから、スティームウワラ、から、野菜もうね、外国人が大好きそうなスティーム、このお魚ですね。それからこちらがフリフリモア、お魚のモフリフリチキンみたいなやつですね。それからこれステーキですね。それからカルワピック、これ本当はカルワプアアって言うんですね。イムカルワプアア来ました。これは全部食べようと思います。これは何があるかっていうとですね、お魚、なんか白身の魚ですね。それからフリフリチキン、それから、ロミサーモン、その下がコールスローで野菜、それからここにわらび、今日俺昼これ食べたけど、まあいいか。こっちが、ちょっと映りが悪いんですけども、ポイ、それからカルワピック、それからご飯です。はい、ここからさ、食べながら、撮りながら、楽しみながら、飲みながら、全部一つやってこういうルアーを楽しんでます。やっぱね、ルアーはね、この海苔の良さが楽しみですね。これが楽しみの醍醐味です。ということで、引き続き、ということで、まだまだルアーショー続きますが、このままずっと撮影してると僕もゆっくりご飯も食べてね、お酒も飲めないんで、この辺でとりあえず皆さんとは失礼しますけども、またね、ルアーショー見たい方はぜひね、ハワイに来て、それでルアーショー、あの、ね、安いところでもいいんですよ。とにかくルアーショーっていうものを体験すると、これは面白いなと、あの、感じることもあると思うんでねルアーショーは自分の心の持ちようで楽しみ方が変わります。なので、ぜひぜひルアウショー、楽しいアップアップの気持ちで参加してみてください。ということで、今回は、ワイコロアビーチマリオットのルアウショーでした。まだまだ続きます。夜は長いです。そして星は綺麗です。